みなさん Hello, what's up guys? My name is Leon. Welcome to my video. ということで、今回の動画は皆さん、秘密基地は好きですか？僕はめっちゃ好きなんですけど、今回はちょっと秘密基地が今シーズンからね、2種類追加されてるらしいので、そちらの方のご紹介、行ってみてご紹介と、まあ見ていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。Let's go!ということで、秘密基地第1弾はこちらの方にあります。それが、はい、こちら金のキューブの方のウィーピングッズの方なんですけど、こっちの方にね、どうやら地下に秘密基地ができているらしいです。まあ、とりあえず資材も集めて、秘密基地を探しに行きたいんですけど、あれじゃね？あれな気がする。ミニポを飲んで、あれだ、絶対あれだ。はい、ここですね。このね、巨大コンテーナー、この中にどうやら、秘密基地があるそうです。ここの、これかな？これを壊す。ほら！見てこれ！地下に続いてるんよ、ここが。やばくないですか、これ。行ってみましょう。おー、すげえ！はい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 。おー、すげえ！これ前絶対になかった、こんなとこ。これは気づかんわ。すげえな、でもテンション上がるね。あ、スラープバレルあんじゃん。やば。スラープバレル割ろう。こういう地下、俺地下好きなんだよね。フォートナイトさ、全然地下系のもの追加してくれないけどさ、なんかチャプター1にもね、地下の場所があったんだよ、1個で。それがずっとないかなと思ったら、今回こんな感じで。宝箱1個と、スラープバレルがゲットできる。もっと広くてもよかったな、正直。まあまあでもこれが1個目の、そう動画の冒頭でも言ったんですけど、2個あるんですよ、今回秘密基地。それの1個目が、こちらなんですよ。こんな感じで。これ何の秘密基地なんだろうね。ラジオと、ワンチャンなんか、誰かが潜む用の誰だろう、ラジオとかあったからね。ほら。なんか考察とも関係してそうだよね。うん、まあとりあえずここが1つ目の秘密基地です。はい、次2つ目の方に向かっていきましょう。まあ、ここも一応地下あるからね、これ、こんな感じで。秘密、ここも秘密基地じゃん。普通に。いいね。これどんどんちょっとずつさ、地下が増えてくんじゃない？ワンチャン。どうなんだろう、ないかな、そんなこと。今シーズン、どんどん、日が経つにつれて、地下が増える的な。あー、ちょっと見えてきましたね。あ、この、いや、これはチャーシューですね。お、すげえ、霧も濃くなってきて。はい、なんとクラッキーの方まで来たんですけど、クラッキーのこのね、上の丘、この丘の上に前は愛用基地があったりしたと思うんですけど、そっちの方にね、なんともう一つ秘密基地ができているのを皆さんご存知だったでしょうか。多分結構知らない人こういると思う、普通に。はい、ここにまず新しく、この基地も新しいんですけど、こっちではなくこちらここにね、ここは前からあったんだけど、このね、下が、すごいことになってて、地下ができてんだよね。ここも多分、あ、漁られてる？漁られてないね。よかった、よかった。いいね。あ、でも敵近いぞ。はい、ここ前までは、ここと、ここまではあったんだよね。ここまでは。ここまでは前まであったんですよ。なんだけどね。ノームいるんだ、ここ。ここ、皆さん、こちら。これ、怪しくね、これ。これ壊すと、なんと、ここにね、まず、ここで地下3階でしょ？地下3階で、で、ここでまだ終わりません。終わらないよ、ここで。3階までだと思いきや、またここにさらにバンカーがあって、ここ入ると、4階まで来て、ここやばくない？普通に。ここでね、スラープバレルが、何個のこれ？ 1、2、3、3つ？誰か確実に暮らしてるよね、しかも。これ確かね、エージェンシーとかにあったやつだから、ワンチャン、IO の人とかなのかな？それか、ジョンズィとか？え、なんだろう？誰が住んでんだろう？ここ。明らかに、考察に関係してるよね、これ。でね、ここにしかもね、これだけだと思うじゃん。ここになんともう一個あります。ここ。ここになんと、激レアチェストではなく、謎に、これが置いてあって、この後ろにカメラが置いてあるっていう、これ謎だよね。でも、ここまで秘密なさ、場所を作るって何？何者ここにいんの？何これ？ケースがあるよ。これはフルーツ？ベッドが2個。洗濯機、生活用の。はぁ、これはもうすごい不思議で不思議でしょうがないよね。だから、1、2、
3、4、地下4階まであるんだよ。やばくない？過去一時じゃない？地下4階は普通にえぐいなこの2つがなんと今回の最初のやつだね。ウィーピングの方とこれで2つの地下が追加されました。しかもここ結構効果場所としても強いんじゃない？スラープバレルとかもあるし、宝箱2個あるし、しかも近くに IO のこの基地もあるじゃん。もう1個宝箱あるじゃん、上に。全部宝箱3つだ。やっぱ地下いいね、地下。こういうなんか秘密通路とかってめっちゃなんかテンション上がるくない？まあ、クラギも近いし、IO 基地も近いし、スチームも近いから、いいなんか、ここに固定降りとして降りるっていうよりはなんか通過点としてちゃんと遊っとくのありだよね、そこ。おお、いいね。めちゃくちゃいいもの持ってる。最高ありがとう。あぶねオッケー、ジジイス。ロケランはダルチー。いやー